いかなる困難にあたっても平常心を失わないこと、何事も任務遂行を第一とすること、個人の功名を手柄に走って団結を満たさないこと。加藤少将の部下の多くは彼の性格について以下のように述べています。分け隔てなく誰とも気さくに話し、無意味な圧力を与えず、温和でとても優しかったと。日本軍は欧米と違い、そこまで個人の撃墜数を評価しませんでした。加藤少将も部下に何機撃墜したかと聞かれたら、部隊の撃墜数を述べよと伝えていたといいます。なぜなら個人の功名争いを禁じ、チームワークを重んじていたからです。またこのようなエピソードも残っています。敵機との戦闘に夢中になって任務をおろそかにする者には雷を落とし叱ったといいます。しかし叱りっぱなしにはせず、後でさりげなく果物などを振る舞って奮起を促したそうです。エースパイロットと呼ばれ、軍神と崇められた加藤立夫少将の行動に現代の我々は学ぶべきことがあるのではないでしょうか。